おはようございます。速塾のコです。ので昨日はねまた町内会の集まりがあったんで行ってきましたまあ年度も変わるんで、えー、役員の交代ってなのがあったんですよねで来月からあー町内会長として私も活動することになるんですけどもまあ昨日はですねあのー、前期の町内会長今までの町内会長がコロナウイルスのことでものすごいねあのー。 まあ言っってみみればんんなを脅かすんですでよちょっと言い過ぎなくらいですよねとにかく全部やめようとにかく出かけるのやめようとにかく危ない危ない危ないっていうわけなんですよねでそういうふうにするとやっぱり多くの方が不安を抱えますよねだから正確なやっぱり数字をもとにあと判断はみんなで考えてもらうってことがあるのかなと思うんですよ個人的な意見をやっぱりね立場のある人が主張すればそれだけ。 揺れていきますから現実を示しして判断をしていきましょうってうことねおすすめするのがまあベストかと思いますけどもいかがでしょうかね、まあ、具体的に言うとね、あのー、その武漢肺炎っていうのは、うん、確かに悲惨な、あのー、結末を迎えることもあるんですよ人がお亡くなりになるってねでも全ての病気とか全ての怪我って死に向かうんですよね死ぬ可能性があるんですよ武漢肺炎だけではないですでここでシンプルに考えてみると1日に日本でお亡くなりになる 人っていうのはいろんな原因がありますけども大体いい4000人ぐらい一日に今日もですよ一日に亡くなってるそうなんですよで武漢肺炎でお亡くなりになった方っていうのは今年に入って、まあ、今3月の、ね、10日11日ですけども今年に入って全部で17名です感染者の方は430名ぐらいだったかな430名ぐらいの方が感染して350人以上がすでにね解放して 週間で、治ってるわけなんですよで、すよあと、なんですかね、潜伏期。データをまとめてみると、平均3日です。潜伏は3日です。だから潜伏期が長いっていうことをね、昨日も会長言われてたんですけども、前期会長。全然違うんですよ。だから正確なあ数字に基づいてね、やっぱ医師会の情報とかね、あのテレビのよくわかんないコメンテーターの人のことを、鵜呑みにしてそのまま人に投げるから、その人は不安になるんですよ。なぜなら人は自分で考えずに誰かが言ったことを当てにするからなんですよ。 でテレビっていうのは明らかに過、えー、熱報道です。もう事実と違うことばかりを伝えてますで事実と違うことばかり、えー、伝えて不安を煽ると視聴率が取れるんですよなぜなら不安な要素っていうのはねみんなが集まるからなんですよ不安にみんな興味があるんですよねでも安心とか安全とか明るい未来に集まる人あんまりいないんですよ悲しいことにねなんでなんでしょうね楽しい話題に集まった方がいいような気がするんですけどねなんか悲惨な状況をみんな興味を持ってしかもそのために準備をしたいんですよ で、えー、必要以上に狼狽するわけなんですよねいやーでもね今回みたいに、うん、世界中の人がねやっぱ動揺してるそしてまあ国によってはものすごくねお亡くなりになってる方多いのは事実なんですよそれは日本とは違う医療体制を持ってるからなんですよね日本っていうのはやっぱり優れてますよ世界一の,この健康保険がありますからね誰でも診察受けれます病院で断られることって基本的にないんですよ帰ってくださいって言われないでしょで費用も割と安いです世界標準でいくと日本は一番医療が受けやすいんですよね だからあのやっぱり早期発見早期治療もできますしいろんな機材も整っているもちろん医師会にも暗いところありますよ、あのー、白い巨塔じゃないですけどねでも基本的にはやっぱり日本って平均的に素晴らしいところが多いかなと思います昨日も堀江貴文さんとカルロス・ゴーンさんの対談を見たんですけども、まあ、堀江さん英語の会話上手ですよねさすがですよね、まあ、カルロス・ゴーンさんはやっぱりいろんな国をね見てきていろんな国で住んで働いてきて日本の素晴らしさっていうのを本当に よく、ね、ご存知だなと思いま,すまあそういうふうなねカルロス・ゴーンさんみたいな恩人に対してあまりにもひどい打ちを仕打ちをしたなというのは私も思いますけどもただ人は思い込みの、まあ、やっぱりね側面が持ってますからカルロス・ゴーンさんが悪い人だっていうふうに報道されれば、まあ、そうなんだろうな悪い人なんだろうなって思っちゃいます真実と感情ってのはかけ離れてる方が多いですからね皆さんも自分の気持ちが信じられなくて信じてもらえなくて悔しい思いをされた方とか言われなきいじめにあったりってね ですごく嫌な思いしたことがあると思いますけどもそれを今度はあの自分自身がやってないかなってことなんですよね最後になりますけどもデマを発信する人ってのはもちろんね、うん、悪いことだと思うんですよでもデマに乗っちゃう人ってのもデマを発信するのと同じレベルですからねだってデマだって分かってれば誰も拡散しないでしょデマを信じちゃうからあこんなことがあるみたいだよっていう風についついね広げちゃうんですよね、うん、それはね デマだと知らずに広める人も、やっぱりね、罪ですよ、これは。うん、だから賢くしてデマを自分のところでストップさせるようなねそういうふうな頭脳を持っていかないといつの間にか自分が加害者になってしまうんではないかなと思います、うん、それはねいじめと同じ心理ですいじめですよ、うん、加担してないつもりで加担してるのがいじめですからねご用心ください、うん、それでは失礼します